海上自衛隊装備するイージス艦について、今回は、スポットを当てて、詳しく見ていきますね。北朝鮮弾道ミサイル発射による迎撃は、近年難しくなってきています。日本の軍事力強化は、ロシアのウクライナ侵攻によって、防衛力強化が必須となっています。日本人も、自分のことのように考えている、人の方が多いようです。急がねば。2022年3月現在、海上自衛隊は、8隻のイージス艦を保有、運用しており、2020年6月に、調達が予定されていた、陸上配備型の弾道ミサイル迎撃システム、イージス・アショアの導入を断念したため、日本のミサイル防衛を、今も一手に担っている。イージス・アショアの導入断念は、多くの方の記憶に、新しい出来事だと思われるが、その理由が、ブースター部分の落下位置の安全性が担保されないとの、初歩的な理由であったことからも、これに対する衝撃は、大きかった。そもそも、日本が、イージス・アショアの導入を進めようとしていた理由は、8隻のイージス艦の用途を、弾道ミサイル防衛のみに特化させることは、得策ではなく、乗組員の確保にも苦慮している、海上自衛隊の負荷を軽減する意図があった。そんな意図を持った、イージス・アショアの導入断念を受けて、その代替案は、イージスシステムを搭載した、ミサイル防衛用の兵装運用に特化した、新たな艦艇の建造という、方向に落ち着いたが、前途は多難に見える。まず、乗組員の確保が、現状ですら、厳しいことを受けて、艦艇ではなく、陸上に、弾道ミサイル防衛システムを構築、配備しようと、前提が損なわれていることはもちろん、この撃システムの主対象としてきた、北朝鮮のミサイルそのものが変質してきている。これまでは、北朝鮮のミサイルといえば、弓なりの弾道を描いて飛ぶ、弾道弾形式であったが、近年は、従来よりも、高速度で落下してくる、ロフテッド軌道のものや、落下時にも、軌道変更が可能な極超音速滑空体まで登場してきているからだ。これら極超音速滑空体まで進化を続けている北朝鮮のミサイルは従来の日本のミサイル防衛の手法で歯い、撃は甚だ困難だとされており、中国やロシアはすでにこの分野の兵器の実戦配備を開始している状態にある。こうした兵器技術の進展から日本のミサイル防衛も新たな局面に直面しているが、ようやく昨年2021年3月に8隻体制が構築できた海上自衛隊のイージス艦群には本来の艦隊防空任務も課せられており、その用途での必要性もこれまで以上に高まっている。これはヘリコプター搭載型の護衛艦である出雲や加賀に航空母艦化改修を施している部分も大きいと思われ、最低限の固艦防空用の兵装しか搭載していないこれらの艦艇を中心とする艦隊には、イージス艦の高い防空能力が欠かせない。現在の海上自衛隊におけるイージス艦の配備状況は、1993年に就役を開始した金剛型が4隻、2007年に就役を開始した愛宕型が2隻、そして2020年に就役を開始した最新鋭のマヤ型が2隻の全8隻という内訳となっている。海上自衛隊のイージス艦たる金剛型、愛宕型、マヤ型は、いずれもアメリカ海軍のイージス艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに建造された艦艇であり、同海軍以外の組織で世界で初めて導入されたイージス艦でもある。イージス艦とはアメリカ海軍が開発した AWS。イージスウェポンシステム MK7 を搭載した艦艇の総称であり、近代戦において、水上戦闘艦の最大の脅威となる航空攻撃から、時間を含む艦隊を防衛するために、同時の複数の敵目標を排除することが可能な艦艇である。
イージスとは、ギリシャ神話に登場する無敵の盾にあやかって命名された呼称であり、艦艇に搭載された艦対空ミサイル等の兵装を、強力なレーダーセンサ類と連携させて、高い防空能力を実現させたものだということができる。AWS、イージスウェポンシステム MK7 は、多機能レーダーセンサ類と指揮決定、武器管制、射撃管制の各システム等と、各種の兵装を連動させ、128機にも及ぶ敵目標の同時探知が可能で、それらのうちで、公共井戸の目標を自動で判別し迎撃を行える。イージスシステムの開発に、アメリカ海軍が着手したのは1960年代後半からだが、これが開発された背景には、旧ソ連軍からのアメリカ海軍の主力戦力たる大型航空母艦への対艦ミサイルでの攻撃を遺憾にして防ぐかという命題が横たわっていたことによる。当時、アメリカと旧ソ連とは、冷戦真っ最中の時代であったが、アメリカ海軍の大型航空母艦戦力に、正面から、対抗可能な同様の戦力を有し得なかった旧ソ連は、その代わりに、多数の対艦ミサイルで、それらを無効化しようと試みた。これに対して、アメリカ海軍が、多層的な艦隊防空網を実現するべく開発したものが、AWS、イージスウェポンシステム MK7、であり、旧ソ連からの対艦ミサイルの同時多数攻撃、いわゆる飽和攻撃から、大型の航空母艦を守る必要性から生み出されたと言える。1970年に旧ソ連が実施した軍事演習においては、実に90秒間に100発もの対艦ミサイルで集中攻撃を行う動きが確認され、この攻撃を防ぐ鉄壁の盾として完成されたものが AWS、イージスウェポンシステム MK7 であり、まさに冷戦時代の産物である。AWS、イージスウェポンシステム MK7 の根幹を成していたのは、現ロッキード・マーティン社製の多機能レーダー、AN-SPY-1 であり、これは、イージス艦の外観上の特徴でもある、艦胸部に取り付けられた八角形をしたフェーズのアレイレーダーだ。アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新型であるフライト3からは、レイセオン社の AN-SPY-6 レーダーが搭載される予定となっており、こちらは、これまでの AN-SPY-1 レーダーに比して、倍以上の距離で、より小さな目標も探知可能と言われている。アメリカ海軍では、この AN-SPY-6 レーダーを搭載する、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦フライト3の建造を2019年より開始しており、現在は、同艦は14隻が建造される見込みだが、ここまでカウントすると、その総数は全89隻にも及ぶ。このアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の建造数は、無論、太平洋戦争後にアメリカ海軍が建造した水上戦闘艦の中では、最も多い数であり、新機軸を盛り込みすぎて、高額な上に、兵装も、不安定な、わずか3隻の建造で終了した、ズムボルト級を抑え、今も、主力艦艇の座を守っている。さて、海上自衛隊のイージス艦、マヤカタだが、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦フライト3とは異なり、同艦が搭載しているのは、AN-SPY-1 レーダーで、混合型や旗子型、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦フライト 2A までと同じ系統のものである。混合型、アタゴ型、マヤ型の3種類のイージス艦は、弾道ミサイルの撃用兵装として、リム161スタンダードミサイル3。いわゆる SM3 の運用が可能だが、収益時点よりこれに対応していたのは、最新のマヤ型が最初であった。これは、前述したように、混合型が1993年、アタゴ型が2007年に収益を迎えた当時としては、未だ、
北朝鮮の弾道ミサイルの脅威が顕在化していなかったことが大きく、これへの対処を日本が決定したのは2003年からである。マヤ型は、さらに最新型である、弾道弾迎撃用のミサイルである、リム174スタンダード ERAM、いわゆる SM6 にも対応しているが、兵装としての同ミサイルの調達は、今後の対応とされており、今後の北朝鮮の動き次第では見直される可能性もあるかもしれない。